星野昌三郎から1931年1月22日は日本の陸軍軍人、陸士2期、陸大14期。栄転は十三味君一等校3級。最終階級は陸軍中将。新潟県小千屋町出身、星野三太郎の息子として生まれる。1891年7月、陸軍士官学校を卒業。翌年3月、 公平上位任官。1900年12月、陸軍大学校を卒業。陸軍省軍務局軍事課勤務となる。日露戦争に、満州軍総司令部参謀として出征。1908年12月、公平第18大隊長となり、1910年11月、公平大佐に昇進。1912年9月、参謀本部要塞課長に就任。 1916年8月、陸軍少将に進級し、参謀本部第三部長に着任。1918年のシベリア出兵においては、投資鉄道の利権を主張し、アメリカから提案されたシベリア、投資鉄道国際管理案の受諾を求めるシデハラ、基重労外務次官と対立したが、翌年2月10日、協定は米国の要求を飲む形で締結された。 1919年7月、野戦交通部長に同し、同年11月、陸軍中将に進んだ。1920年10月、参謀本部付、1921年3月、陸大校長となる。1922年2月、航空局長官に発令され、同年11月、第9師団長に親保された。1925年5月に退命。 そして、予備役に編入された。AB、官報第戦七7 3号、除人及び事例、昭和5年7月28日、おじや地域と近隣の町、村を結ぶホームページ、千万防衛体制の模索千葉大学、陸軍現役将校同総統官、実役定年名簿210ページ、官報第2707号、除人及び、 事例1892年7月7日。漢方第3485号、除人及び、事例1895年2月14日。漢方第3110号、除人及び、事例1922年12月12日。漢方第388 38 8号、除人及び、事例1925年8月8日。漢方第2612号、 除人及び、事例1921年4月19日。官報第29号、除人及び、事例1927年2月3日。ありがとうございます。